10年前のアタックを振り返る。まあ、今こうやって V を見るとギアが合ってないよね。こう旋回中にシフトアップしていかなきゃいけないって、まあ、筑波っていうのはその全日本選手権に含まれてないんで、筑波用のギアっていうのはないんでね、まあ、ギアが合えばあとコンマ5とか6とかいくんじゃない？ ABS がない NSX、 注意すべき点はどこだったのか。注意した点はフロントタイヤをロックさせないことっていう。だけどギリギリまで行って、まあ、LA のエンジンなんでブロックバンドから絶対外さないコーナリング速度だよね。だから常にこう1割でも2割でもアクセルに足を置いてクリッピングポイントに向かうような、そういう心がけですよ。タイムアップの極意はドライバーがどれだけその車を信用できるかだと思う。 1% でもこう信用できるパーセンテージが上がっていくとドライバーってそこに行くから。だけどブレーキが不安、そのデフのトラクションの入り方が不安、あるいはノーズの入り方が不安となると、やっぱりそのパーセンテージは下がってくるよね。下がってきたところでアタックをかける。だから本当にこの2002年モデルの NSX-GT っていうのは俺にとってはすごくバランスのいい車、あらゆる面で行っちゃえって思わせる車だから、やっぱりその筑波サーキットに限らずタイムアタックするっていう時はやっぱりそのドライバーにどれだけ安心感を与えられる車かっていうことの方が重要だよ。あの基本は運転手が車をねじ伏せるんじゃない。車の性格を知ってドライバーがそう合わせて乗ってあげる。その日のタイヤとそのサスペンションと車の動きとデフの効き方で全然ノーズの入り方違うから、その車に対してじゃあ俺が合わせてあげるねっていう一体感で持っていかないとタイムは出ない。10年以上このタイムをキープできてるっていうのはちょっと嬉しいね。GTR、 まあ無理だろうな、重いから。まああと3年は僕はふんぞり返っていられると思います。新たな伝説は生まれるのか。